はい、ということでね、喫煙動画、今日はですね、ゴールデンバットの新しいね、あの、やつを久々に、吸ってみようかなと。で、フィルターをですね、ちぎって両切りにスタイルにしたらね、昔のね、あの、ゴールデンバットが、になるんではないかという、まあ、皆さんのね、お悩みを、実際にね、やってみて、で、判断したいと思います。ちなみにゴールデンバットは20本入り。で、値段が300いくらだったっけ？ちょっと待ってね。ゴールデンバットは330円ですね。俺がよく昔吸ってたんですけれど、あの、その頃は200円だったんですけど、あの、もう 1.5 倍以上にね、1.6 倍ぐらいになっちゃって、値段がね。まあ、実に悲しいんですけれど、さらに悲しくなったのは、このフィルターがね、ついたことによって、今までこの量が全部、フィルターを含めて、あの、葉っぱの量が入ってたんですけれど、さらにフィルターがついた分ね、あの、短くなってしまった、ことですね。で、これをフィルターをちぎりまして、で、吸ってみたいと思います。それでは、吸ってみよう。それでは吸ってみよう。ね。これじゃないんだよな。この味じゃないんだよな。この味じゃないんだよ。明らかにね。ゴールデンバター味変わりました、これ。うん。もう断言してもいい。ゴールデンバットね、フィルター付きになった上に、あの、まずくなりましたね。うん。これは間違いない事実。俺の舌がそう言っている。なんかね、軽くなった。うん。あの、軽くなった。味が。あの、軽くなった違う、薄くなった。うん。まあ、あとあの、まあ明らかにその短くなってるんで、グラムも、確か2チャンネルの、あ、5チャンネルか、5チャンネルのに、あの、ゴールデンバットスレを見るとですね、ショートピースが約 1g なのに対し、ゴールデンバットは今現在 0.5g ぐらいです。半分ですね。になってしまったということです。つまり、このゴールデンバットを買うならショートピースを買った方が安上がりじゃないかということで、ゴールデンバットスレの、あの、住人がですね、ほぼ全員ショートピースの方行きました。ほぼ全員ね、あの、ゴールデンバットスレにいたあの住人がですね、こんなのやってられるかっていうことで、あの、みんなして、フィルター付きになってからもう、あの、消えましたね。うん。あの、ね、コクがなくなった。なんか、上っ面の、風味になった。多少これ加湿して、ウイスキーで加湿するのが俺が好きだったんで、あの、ウイスキーで加湿してみて、
ちょっとまあマシになるかもしんないけど。あ、言い忘れてた。タールが15ミリのニコチンが 1.0 です。これ昔はね、タールがね、18ミリだったんですよ。3ミリ減ったんですよ。まあ、なぜ減ったかというと、まあ、フィルターがついたことによって減ったということだね。あと、俺が好きだったのが、新生。新生がね、大好きだったんだけど、またあれもね、フィルターついちゃって、味変わっちゃって。まあ、買わなくなった以前に、そもそも新生自体、レアタバコで、売ってないというね。うん、売ってない。そうそう。本当は今日ですね、ウエストっていうタバコのレッドがね、リスナーさんが言ってた話だと、タールがね、10ミリだったのが12ミリに変わったんで、買いに行ったんですけど、そこの店ですね、レッドだけ売ってないっていうのが結構あって、ローソンストア100に行ったら、レッドだけ売ってなかったんですよ。で、ローソン行ったら、こっちもまたレッドだけ売ってない。他のやつは、メンソールとか売ってるんだけど、なんで売ってないんだろう。レッドだけあれなのかな。今ね、タール値が増えたらしいから、その、2ミリ増えたらしいから、その確認でちょっとね、買いに行ったんだけど、だいたいウエスト自体まともに売ってないんだよな。ウエスト自体が若干レアタバコなんで、売ってないんだけど。まあ明らかにゴールデンバットはね、ちょっと味がまずくなってるということで。はい。これは二つ星。うん。もともと五つ星だったんだけど、これ三個ぐらい減りましたね。ゴールデンバットマジで。返せ！ゴールデンバットと新生を両切りから、両切りにしろ。返せ、JT。クソ JT。返せ！俺の大好きだった、ゴールデンバットと新生返せよ。マジで。返せよ。マジでさ、クレーム入れるぞ、マジで。JT に。JT にお前は、クレーム入れるぞ。ムカついたクレーム入れる。ムカついてきた。なんか。ムカついてきた。クレーム入れよう。ムカついてきた。あれどこだ、スマホさん。はい、ということでね、久々にね、またクレーム動画、クレーム動画来ました。突発クレーム動画。ね、JT にね、クレームを入れてやる。ここにね、電話番号書いてあるんで、で、しかもフリーダイヤルなんで、0120-198-504。ほいっちゅ。これで。クレーム入れたいんですけど。はい、受けたまります。ゴールデンバットと、はい、新生なんですけど、はい。フィルター付きになったじゃないですか、2年前ぐらいに。はい。それで、実に、以前、ゴールデンバットをよく知ってたんですけれど、はい。実にうまくなくなったんですよ。まずくなったんですよ。さようでございました。はい。で、
まあ、吸って好きだった人間なんで、言うんですけど、やっぱり、まあ、なんでフィルター付きにしたのかっていうのよくわかんないんですよ。はい。で、それなんでなんですか？かしこまりました。少々お待ちいただけますか？はい。ふざけんなよ。ほら。はい。ですね、その年にですね、はい。税金の引き上げなどがございまして、引き続きお客様にご満足いただける品質をご提供いたしまして、今後ご愛顧いただける製品改善の一環として行うものでございまして。何金の増加？製品改善の一環として行ったもので、はいはいはい。お客様のご要望ですとか、従来より雑味の少ない味、香りへ改善を行い、お客様にご満足いただける品質をご提供するために実施したものになります。あ、つまり客が望んでたってこと？そういったお声が非常に多かったというのが、そうなんだ。理由の一つではあります。はいはいはい。ではもう今後、まあ、いや、改善するかどうかはわかんないけど、まあ、とりあえず、一つの要望として、フィルター付きがまずくなったんで、元に戻してください。はい、そういったご要望は社内関係部署にも伝えます。はい。で、ゴールデンバットと申請ですね。はい、その、二つ両切りのやつが、フィルターになったんで、はい。その二つ、ゴールデンバットの申請を元に戻してくださいという、僕の声を、伝えてください。あと、それで終わりです。はい。はい、どうも。受け止まりました。はい。失礼。要望が多かったらしい。フィルター付きへの要望が多かったらしいということ。ね。まあ、本当か嘘かは知らないけど、俺、JT の人間じゃねえから知らねえけど、要望が多かったらしいな。まあ、ちなみに2チャンネルの、いやいや、5チャンネルのね、ゴールデンバットスレはマジで、3冠としてますね。今までずっとゴールデンバット好きやったから、そのスレは見てたんだけど、マジ、換算としてる。ね。ということは、その5チャンネルの奴らは、まあ、俺も含めての、ね、両切りだが好きだっていう人間の声の方が少なかったということになるね。まあ、あと考えられる要因としては、両切りなので、実に、吸いにくいと。いうこともあるんじゃないかと思う。まあ、ショートピースもそうなんだけど、両切りじゃん。だから、吸いにくいし、口に葉っぱが入るっていうね。まあ、そういうあれもあるかもしんないね。まあ、ええわ。とりあえず、これはね、二つ星ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。